久保さんやっぱ久保さんはマイスターですね心理心理学者になれるんじゃないですか、うん、まああのねそうそう今年僕ね基本的にまあなんだほとんどないんですけど今年1件ありましてあのまあ返金お一人にしたんですよで久保さんの動画にある通り迷惑料迷惑料ものしつけてお支払いしたんですけど でその結果どうなったかっていうと、あのー、また次の商品がね売れるっていう、まあ、売れるというか返ってきてるのか分かんないですけど <laughs>、ね、<laughs> 迷惑料がまた返ってくるみたいなね <laughs> 何なんだこれね <laughs> そうまあこれはねあのーまあ、僕はそのバカブランディングですかねアホあそうアホアホだなとアホブランディングっていうのをいいんじゃないかなと思うんですよね アホブランンディングあの久保さんが一番最初見た映像もね「僕はバカです」みたいなね「そうあなたよりアホなんですよ」と「アホですいません」みたいなお風呂ですねあの「あなたよりバカなんです」「あなたよりアホなんです」っていう風にやっとくとすげえ立ち回りが楽ですね「であなたより下なんですよと」と まあこっちも言うとこはだから前提条件があなたよりバカですあなたよりアホですっていう前提条件があってだけどまあセールする時はだけどあのなんだあのこんな生活が送れるようになりましたっていう一つの心理トリガーというかセールストークですよねあなたよりバカだけどこんな人生送れるよとだけどじゃあお客さんがそのマウント取りたい場合は「あそうなんですよ僕バカでアホですいません」みたいな <laughs>。 だまあ前提があなたより下だけどあなたよりいい生活ができるっていうところはセールストークの一つでもお客さんにマウントをと取らせる場合はあすいません僕はバカでアホですいませんみたいなこれね超楽なんですようんこれはね僕は生き抜く一つの手,手法かなと思いますねうんだから楽めちゃめちゃ楽 なんか、与沢さんが昨日かおとといかな、華麗にスルーするみたいなね、華麗にスルーするなんちゃらみたいな、なんか言ってたんですけど、その、真に受けないみたいな、なんか話してましたね。うん。だから発信する、発信していく上で、いろんなその心理トリガーというか、どういうポジショニングが一番いいのかっていうのを理解してると、発信は非常にしやすいですね。うーん。そう。だから僕は、その、 なんだ僕がいっぱい稼いでますよりかは、熟成さんが稼いでますっていうポジショニングの方がいいんですよ僕。僕なんか全然稼いでないですよと。まだ弟子の方が稼いでるし、熟成さんの方が稼いでますよっていうね。もう師匠護衛ですよみたいな。師匠ダメだなみたいな。もう師匠が熟成に乗っかるみたいな。せこい師匠ですみたいなね。そう。そ,そんな感じだったりとか。 あそ,それはやっぱあれじゃないですか、うん継続的に永続的に発信する上で、そういうやり方の方が、うん川の流れに、なんだ、あうまいようにね、えー、乗れるっていう、川の流れが緩やかなときもあれば、川の流れがめちゃめちゃその水あの雨が降ってね、ぶわーって流れてるときもあるんですよ。 だから川の流れっていうのは一定じゃなくて、時によっては激流になるし、時には緩やかになるし、だけど川を渡っていかないといけないんですよね。激流であっても緩やかなあ流れであっても、あのー、乗っていかないといけないんですよね。渡っていかないといけないと。うんう。まあ川の渡り方とかにしましょうか。川の渡り方。 川の流れのようにっていうね、まあ、美空ひばりさんのあれもありましたけど川の渡り方いってらっしゃい。